はい、鴨頭、ガムテ通報によっていろいろバタバタしてますが、通常のね、ネタの動画の更新も、休まずやっていこうと思います。ですね、小室佳代さんの、傷病手当の不正受給の件ですね、こちらに新証言が出たということで、ニュースになってますね。軽井沢で、のレストランで働いた時、この時にあの偽名を使って働いたということですね。で、まあ、ちょっとニュースを下に貼っておくんですけれども、これがですね、この軽井沢の喫茶店のね、あのレストランですね、こちらで働いている時に、まあこの、まあ、昔からの親しい友人と書いてますね、この、軽井沢のレストランの、オーナーがですね。で、それが、10歳ほど年上ということみたいですね。佳代さんのね。で、それで、まあ、金銭トラブルが報じられた後に働き始めたということで、まあ、結構目立つ見た目、大きい、つばの大きい麦わら帽子をかぶって、それで、サングラスをかけて、で、唇を塗っててね、あの写真でよく出回ってるやつですね。まあ、だから、結構目立っていたという証言が出ているということですね。で、2018年の夏ですね、これも騒動の、次の年ですけれども、もうホールに出て、で、接客をしていたということですね。まあ、すごい、だから目立つ見た目なのに、ホールで、接客をしたから、だから覚えてる人が結構いたと、はい、いうことで、まあ、それで住み込みで働いてたということなんですけど、この時に、あーちゃんという名前を使ったらしいですね。あーちゃんという名前で、従業員から呼ばれていたということですね。まあ、小室佳代だから、あの、全く、あの文字も入ってないから、まあ、多分、偽名を使っていたということなんでしょうね、きっと。うん、お店の人の中では、このあーちゃんと呼びなさいということにおそらくなっていたんでしょうね。まあ、これはそのオーナーさん以外の人がどこまでこの事情を知ったかっていうまあ分からないですけど、まあでも知ってるでしょうね。まあ、知ってるけども、まあそこでは、あの、佳代さんとは呼ばないでっていう、まあこの、ね、あの、なんでしょうね。それはバレたら、あの、いろいろね、マスコミとかが嗅ぎつけて、それは、ね、騒ぎになっちゃうからね。まあ偽名を使って、やっていたということで、まあ、これ、この話を聞いたときに、すごい、だから最近似たような事例が1個あったなって思って、それが何かっていうと、あれね、あの、名称ヤグモのね、あの、この前の食レポしに行ったとこね、あそこの、元バイト AKB の、メザマイカさんと、そこのね、まあ、で、まあ、付き合ってた男のね、あの、古川博一っていう、その、名古屋のね、地下アイドルで、取り仕切ってた前科3班の男ね、この古川博一がこれは偽名を使って、ね、仕事をしたっていうのは、これがね、すごくだから記憶に新しいなって思って、だからまあ、あの、古川博一と全く同じやり方でね、仕事をしてと、名前を変えてやるっていうね、まあ話だけどね、まあだから、まあ似たようなことですよね、まあ、まあ正体がバレないようにして、やってたっていう、まあ隠れ、あの、まあだから、雲隠れする形でやってたっていうことですよね。でまあ、この辺もかなり詳しく証言がね、これニュース見ていただければ分かると思うんですけども、まあ、上がってきているので、まあ、このね、まあ、傷病手当の不正受給に関しては、これはまあ言い逃れはおそらくもうできないんじゃないかなというふうに思いますね。いやでも、だからね、大体だからその偽名使ってるやつとか、その、いや、これは仕事の名前と変えてやってるんですよっていうやつはね、それは怪しいんですよ、大体。大体だからそう、まあ、前科がついてるか、後ろめたい過去があるかね、その、どっちかなんですよ。まあ、それがなんでそうかっていうと、僕自身がそうだからなんですよ。僕自身が、なんでその、本名の大川博士っていう名前じゃなくて、博士っていう名前で活動してるかっていうと、それは大川ってつけると、それがだから、あの、朝原翔子の朝原と同じだから、だからその、映画とか、なんか先に出た時とかのエンドクレジットに載せられないっていうふうに、製作会社の人に言われたから、だから、あの、オーカーっていう名前は、全部取ってるんです。だから仕事で使う名前は、全部そのオーカー取ってくださいっていうのを各所に全部お願いしてるんです。あの、どっかから、その、やっぱクレームが出ますからね。あの、オーカー。あの、それはやっぱその、朝原翔子で言ったら、オウム真理教を連想しちゃう。オーカーって言ったら幸福の科学を連想しちゃうってことで、あの、お客様の中に不快な気持ちになってしまう人がいるわけだから、やっぱりその反射ネームだからね。反射ネームだからオーカーっていう名前は使えないという話なんですよ。と、それとだから同じですよね。だから、まあ、あの、まあ、この、小室佳代さんにしても、広川にしても大川隆法にしても、まあ、だからその辺のね、まあ、反社犯罪者っていうのは、うん、やっぱり、偽名を使いたがるということですね。まあ、僕の場合はその、あの、反社が父親だからっていう意味ですけどね。はい、ということで、こちらの方もまた報道が出ていますということで、この軽井沢の件ね、これ、あの、篠原丈一郎さんの、ね、取材によってかなりいろんな、実際の状況っていうのが分かってきましたね。この刑事告発については、まあ、引き続きね、こうやってしっかりと状況が、報道されていくことを、まあ、願いますね。まあ、眞子さまはこのことを知ってたんだろうかって、あの、聞いて、あの、いうふうに記事で書いてるんですけど、うん、まあ、知っててやったとしたら、やっぱりそれは問題ですよねって、私が主導して、進みましたみたいなことでしたけど、うん、まあ、これ犯罪に加担してるっていうことをね、意味するわけですから、うん、まあ、それは非常に問題ですよね、という話なんで、うん、まあ、このね、まあ、この件の、詐欺罪のね、この、
まあ、有罪判決がいつ出るか分かんないけども、まあ、いずれにせよね、まあ、これはだいぶだから、小室佳代さんにとってはかなり厳しい状況だと思うので、まあ、この判決が出たら今ね結構だからお祝いムードみたいな感じになってるけども、まあ、それも僕は180度ひっくり返るんじゃねえのかなというふうに、まあ、結構冷ややかに見てますという話ですかね。はい、ということで、小室佳代さんが偽名を使って働いてたということが明らかになりました。これね最近ちょっと、免除役務の話でね似たような話を聞いたんでちょっと取り上げました。はい、あの犯罪者とか、前科者っていうのは大体偽名を使ってのを覚えておいた方がいいです。これあのいろんなところでね、まあ、なんかちょこよくわかんない社長とかねそういうのがあ仕事の名前こっちやってるんですよみたいなこととかやる場合には、全部が全部そうとは言い切れないけど、まあ、その反社が絡んでたりとか、もともと前科がついてたりとかいうケースが結構多いよってことは知っておいた方がいいかなという、話でございました。はい、引き続きこの件も追っていきたいと思います。